とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。タワーシーズン9、なんと1階からショートカットができますということですね。1階はね、難易度が高いのよ。難しい。そこでね、つまずく人も多かったと思うんだけども、これ1階からショートカットできればめちゃくちゃ楽だよね。もうボスとしか戦わなくていいじゃん。ああ、途中で草とは戦わないといけないんだけども、まあ楽ですね。とりあえず、やっていきましょう。何度か練習したんだけども、難しい。難しいです。行く場所はここ。あのね、冬バグで、ちょっと前に進めればいいんだけど、冬バグここできないんだよね。こっから、真ん中のフィールドに向かって、ローリングします。で、着地できれば成功です。おー、いけたー、一発練習した甲斐があったー。そうです。ここに着地する。そうすると、1回からショートカットが可能です。はーい。楽勝だよね。もう30回まで、敵とは戦わなくていい。まあ16回の草はね、ちょっとめんどくさいんだけども、もう普通に、つまずくことはこれでないかと思います。はい。まあ、とりあえず、どんな感じでいってるかやりますね。まだ、タワーシーズン9始まって1日経ってませんので、そこまで慣れてはいないんですけども、だいたい行く装備っていうのは決まってきました。だいたい決まった。で、ビーストバーストを一回試してみたのよ。ビーストバースト。あれ結構今まで有効で、一発でボスを倒せてたんだけども、今回ビーストバースト、ボスワンパンできません。仲間を4体召喚して、ドラ使って爆発しても、3分の1ぐらい残るのよ。だからビーストバーストの戦法は使えないんだよね。で、他にもいけるかなと思って、パワーシェイカーとレイピアを使ってやったのよ。クールダウンを2つけて、高回転で2回パワーシェイカーで攻撃する感じでいったんだけども、それもダメでした。なんでパワーシェイカーとビーストバースト以外で倒すっていうのが、まあまあまあ、いいんじゃないですかね。で、俺のおすすめは、ドラと怒りです。ドラと怒り。それがね、ほんと一番簡単かなと思いますね。で、16階。あそこは、もう、あれだね、ブーツとマントを持って、行くといいですね。ここでね、乱射のクロスボウを持っていって、森の矢筒を打つと、30回のボスは結構簡単に倒せるんだけども、それだとね、16回がちょっと遅くなるのよ。16回が。あそこはどうしても、高速で行きたい場合は、マントとブーツを使って行くしかないので、やっぱりあそこで、乱射のクロスボウは取るべきではないかなと思います。やっぱり、怒りと、ドラか。それが一番無難かな?なんかそんな気がしてます。まあ、他にもね、釣り竿ここ出るんで、釣り竿連打でもいけるんだけども、それは連射機がないといけないので、あんまりね、ちょっと現実的ではないし、落ちることもあるんだよね、あの連打した時に。なんで、連打はね、あんまりおすすめしないんですよね。となるともう選択肢は一つ、怒りですよ。他にもなんかあればね、面白そうなんですけど、ちょっと今のところまだ、見つけてないですね。まあ、見つけ次第ちょっと動画には投稿しようと思うんですけども、今のところ、まだちょっとね、探しきれてない感じです。クールダウン編成の弓もないから、ブラストだけとかもできないしね。なかなか難しいところっすよね。はい、ということで、もう20回ぐらい来てます。今回も、あれ、ラグった。6分ちょっとあれば、
周回はできるっぽいです。まあ、シーズン8と同じだよね。シーズン8も6分半ぐらいで一周できてたので、うん、だいぶ、今回も早くいけるかな。まあ、一回をね、倒さなきゃいけないってなると、ちょっと時間がかかったんですよ。一回は結構時間がかかったんで、まあ、それを倒さなくていいってことで、今回この6分ぐらいの周回っていうのが、実現してます。やっぱりそれぐらいでいくとね、はかどるよ。うん、20周ぐらい軽く終わるからね。でも、いいのが出てくれないと意味がないんだ。シーズン8は、本当にいいのが出てこなかったんで、今回こそは、何かいいのを出してください。頼むよ、本当に。本当にお願い。一つ二つはね、この2週間の間に出したいところですね。19回かな。あ、プレステ版でもね、この19回で落ちることが、3回あったかな。今日1日だけで3回ここで落ちたので、ここではね、あんまりブーツを使わないようにしてます。なんか、うん、そうしたら落ちない気がする。ということで、戻ってボス行きますね。それでは来ましたね。エンチャント入れて戦っていきまーす。ダイナモ虚無クリティカルだね。で、こっちに無謀を入れるっていうスタイルです。まあこれ動画にも出してるんですけどね。やっぱこれが高速周回には一番良さそうな気がする。うん。いけ。しゃあ。もう一発。終わりー。これあれだからね、あの防具を、エメラルドをつけとかないと、攻撃速度が足りなくて、敵が出てきてしまうので、エメラルド装備は絶対につけるようにしてください。では、報酬、見てみましょう。シーズン9、もう10周以上やってます。どうだ?はい、ダメ。全部ノーマル。ダメだよ。まあ、レイピアはね、別にノーマルでもいいんだけども、エンチャントがまず良くないね。うん、重力弱体化、あと虚無、欲しいところ。まあ、重力、虚無はあるけど、弱体化がないんだな。はい。いりません。今持ってるやつの方がいいです。ダメだね。全部よろしくない。はい。ということで、戻ってきましたね。今日はコメントありがとうございます。今回のタワー、シーズン9、なんと、1階から、ショートカットが可能です。1階は難しいなーって思ってた人、俺もその一人なんだけども、1階倒さなくていいです。一回からショートカットをして、高速周回していきましょう。で、周回するには、まあまあ今回俺が紹介した感じでいくと、うん、そこそこ簡単に6分半ぐらいで、周回できますので、おすすめです。またね、別の装備がいいなって思った時には、それも動画に出していきますので、よろしくお願いします。では、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。